若鬼でーす。お弁当作りまーす。今日はですね、もはやご飯炊くのを諦めました。はい、でそうめんでごまかそうと思います。はい、ということでお湯沸かしまーす。今ね、出汁は取ったんですよ。鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ。動揺してますパパ。なんか頭にくっついてるよとか言って、なんかくっついてる、角が出ちゃって、角がアフロかと思ってアフロアフロ、角だよ角角。トゥル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 。遊んでる場合じゃないよ。あら、ちょっと本当に遊んでる場合じゃない。もうとにかくお願いします。そうめん、私ね、何でもね冷凍にするんですよ。何でも冷凍にするんだけど、どこにそうめん入れたかな。あった、これね、いろんな色のそうめんをちょっとちょっと前にご紹介したんですけど、いろんな味のね。で本当はちょこ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 湯がいて、お子さんと一緒にそのパンダさんにお耳とかお耳とかやったりとか、それで色分けしたるらしいんですよ。あとは普通に、何味って書いてあるの？あら、いろんな色があるんだけど、いろんな色があるんだけど、これでね、これ危ない危ない。これどうしようかな。いろんな色をね分けて茹でてられない。アートは無理。アート引っ越しセンターで。でもね、あんまりね。黄色あたりは柚子あたりかな。混ぜてみよっか。でもなんかこのシンプルな、あ、でもこれとこれは違う。これはなんか普通っぽい。で色をなんかピンクっぽいのあったな。これがなんかね、梅かなんかじゃないかなと思うんだけど、これとピンクと、あとグリーンがあった。でもグリーンはちょっと抹茶系。あ、これはちょっと怖い。これはちょっとあれかな。どうしよう、このグリーン、あ、ちょっとここら、でもわーってなるか、混ざっちゃうか。でもどうせなら、でもこれはクレヨンの方だもんね。クレヨンってのは抹茶だって。抹茶をちょっと混ぜない方がいいでしょね、味的にね。となると赤と白と黄色と、お子さんと一緒にっていう方はね、いろんな紫芋とかね、そんな感じで、味が色が濃いんだけど自然なもので取ってるっていうことでね。あ、こんなもんか。赤がちょっと入ればよし。ちょっとベースこれとこれとこれでこれでいこう、ね、ママちゃん帰ってきたからパパ食べてもらって、何でもね。よし、じゃあ、まだまな板も出してない。大変大変大変、どこまでできるかな。まあ、おつゆができてるのでおつゆとネギと、もうこれ出しとこう。これにね、できればパパの好きなさつまいもの天ぷらを入れたい。さつまいもの天ぷら入れたい。でここに薬味を入れたい。そうめんのやつはね、蓋が保冷剤になっていて、今ね冷凍庫に入ってるんですよ。なのでと、ね、途中でまたこれをやってる暇ないか。で天ぷらお芋さんの天ぷら大事そうだけど、お芋さんの天ぷら、パパの天ぷら、トラキレトラロロト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 ロ、これがね、本当にいくら混ぜてもね、粘りが出ないのでいいですよね。あ、これね、私ね、もう業務用の、もう青のりが大好きで、もう青のり業務用で買ってあるんですよ。これを、あ、手袋はめてる、滑る。
青のりたっぷり、まあ立派、立派でございます。これアク抜きしなくて大丈夫かなね。アク抜きするとなんかあのなんだろう、甘くなくなっちゃうから。よいしょ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 、すぐ上がるようで細く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 なりたい。いやらしい今の言い方、気持ち悪い、キモい、キモいよ。これで全部あげちゃう。ココナもね、あのモモもね、野菜食べないんですよ。肉だけ、肉だけなのでね。何でも適当だからね、目分量なので、この硬さとかね、匂いとかね、それで選ぶの。まあ、今日はね、あのお出汁をしっかり鰹でね取ったので、それがスープ代わりになるのでね、薄味でなので、このもんか。よし、こんなの全部洗ったんですよ、全部。これ先輩の真似なんだけど、先輩の真似ね、全部全部、ちょうどみんなあちこちじゃない、これはもんだろう。よし、全部物をね、投げるなよ、投げるなよ。それでですね、置いておきましょうか。抜ける、あ、これもついてんの。これがいつもね時間かかるね。そうめんそうめんそうめん、いろんな味も、プル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 、すごいやばい時間。もう毎回時間のことばかりって、もうみんな嫌になっちゃいますよね。そうなんですよ、朝はね時間との戦いで、自分のことやる分にはね、本当にね、なんか余裕を持ってね、なんか、うん、イケシャーシャー、イケシャーシャーって言葉違うか、なんでイケシャーシャーなんで出てきたんだね、出かけるんですけどね。そう、昔なんかセリフで出てきたのを思い出して、あ、こういう時に限ってこうなるの、なんでそうなるの。何何急に来るか。あ、これこれだけ、これだけ。パパの分がとりあえずあればね。それでネギ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 、絶対必要なものからやっていこう。絶対必要なもの、絶対必要なものからやっていきましょう。ブリが沸いた、ブリが沸いた、絶対必要なものからやっていこう。ロリロリロ、ちょっと待って、これで、ね、もう入れちゃおう。
今日はもうずっとこれぐるぐるぐる回るかもね。2分で湯がかるから、面倒言えども15分はなかなかきついものがあるねなんでね、そんなね時間がないかっていうとね、朝ねパパと話し込むわけはね、もうそこだけなんですよ、ゆっくり話せるのがね。そう、いろんな業務連絡ね、そうなんですよ。そこでああでもないこうでもないって言いながらね、時間が過ぎてね、あらこんな時間って2人で同じこと言ってねね、似た者同士でございます。似た者同士同じです。ザルザル、タラルル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 、海越し海越し海越し、じゃんたまたまおばちゃん、卵ちゃん、こうはかき混ぜるの、もうフライパンの中でかき混ぜよ、もうフライパンの中でかき混ぜるフライパンの中で、これ入るかな、お弁当箱、よいしょ、いい感じいい感じ、ちょっと上がってて、もう一個ぐらい小さいのでいいか、切れてない、切れてない、はい、上がっててちょうだい、おそうめん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 が2分いきまーす。正解、おそうめん、おそうめん、おそうめん、朝っぽくなっちゃった、2分、OK、これびっくり水必要、もしかして、え、そんなことってありえる、ありえる、そんなことってありえる、邪魔してるから一回煮揚げするから、ちょっとこの子たち、あ、違う、大きいのと小さいのとちょっともっと仕上げ、
これ180度よっしょよっしょよっしょ、片手で無理か、よっしょ、赤い色が出たよ。なんかこれあの色そうめんみたいで、あ、梅の香りがする赤いやつ、これ美味しいでしょ、これこれは美味しいでしょう。わ、綺麗だこれはこれは綺麗だ、ほら、わかりました。ちょっと照明が、おー、綺麗できました。どうかな、ね、どうかな、ネギ、あとは梅干し、ちょっとね、梅干しをすっきり、あ、いけない、これ入れちゃいけない、これちょっと待って、衣つけないで入れちゃった、2食分、あ、また入れちゃった焦ってる、梅干し、きゅうり、パパの分だけ、キュウリ、これはね、よくなんか運動会の時に聞いた気がするんだよね。これさ、ちくわちょっと違う料理にしようと思ったんだけど、昨日も使いやりそびれて、ちょっとちくわをさ、急ぎ揚げしちゃおう。そうだよ、そうだよ。今気づいた。ちくわ。梅干し。そうだよ、ちくわをさ、急げ揚げにしちゃえばいいのよ。そうよ。そう。オッケー。キュウリ。暑くなってきたね、キッチンがね、そろそろね、シソの葉があったはず。よし、パパちくわの磯辺揚げ大好きだから、もうこれで十分でしょ。で、冷凍庫からクールの出して、よし、大きくしとこうか、一個が。よいしょ。よっしょ、真っ赤しょ。だりりりりりり。たくさん。一個大きくして、四つ入ればいいかな。赤いところ梅おいしいから梅いっぱい入れて。くる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 。で、最後にちょっと赤いところをちっちゃいのを。はい、出来上がり。そうめん、ちょっと汚いね。そうめん。出来上がり、そうめん。磯辺揚げ。じゃない、磯辺揚げ出来上がり。
ということで、しその葉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 、これタレ忘れたらシャレになんないからね。タレをタレを。よっしゃできた。オッケー。薬味？薬味？きゅうり？きゅうり？ネギ？きゅうりとネギと卵。卵、ちょっと手でいく。卵、卵、そしてしそ、ちょっときゅうりまたこれね、しそ、はい、薬味の出来上がり。薬味、そして天ぷら、天ぷら、天ぷら。おお、上がってる上がってる上がってる。お芋さん、お芋さん、ちくわちゃん、ちくわちゃん、梅干し強引。はい、天ぷら出来上がり。じゃあ届けてきます。よいしょ。今日はそうめんです。なんか出来上がり図が消えてるね。 OK です。届けてきます。タレ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 、生姜じゃないんです、パパはね。わさびなんですよ、もう。そうめん、私生姜だと思うんだけど、わさび。で、タレ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 。タレが冷蔵庫。よいしょ。冷蔵庫、冷蔵庫。おー、タレー作ったやつと、あ、ごめんなさい。作ったやつと、あ、これ入れてあげよう。はい、行ってきまーす。あ、わさび、わさび、わさび。わさび、あら、大きいのしかないわ。でももうちょっとしかないから、これをちょっと持ってきます。はい、パパお待たせしました。ママさんですよ。ママさんですよ。リーマンパパ行きました。もうね、このオクラちゃんもね、あ、ちょっとやってみようか、今日はね。オクラちゃん、オクラがオクラにならないように。天ぷらね、天ぷらちょっと油が足りないので、後でもう一回やります。あの天ぷら粉を出してきてね。で、いつものそうめんなんですが、きゅうり、きゅうり、きゅうり、梅干しもちょっと赤梅で。でもね、私ね、あの天ぷらの時は、あの、あ、これ汁が出るわ。天ぷらの時はね、あのちょっと減塩っぽいやつなので、ちょうど減塩。もう本当にね、あの塩だけのね、梅干しが大好きで、それがね、なかなか売ってないんですよね。あ、その葉はあるね。じゃ、きゅうりで、私はね、ちょっと、私は生姜をね、すりたいんです。生姜をすりたいんです、私は。あ、
このキュウリもねちょっとこういうふうにあってねいっぱいこっちに入れといて、で本当はね、あでもたくさん湯がかなかったからもうママの分で終わりだから、ちょっとたくさん、あの今これはねネギはね何でも使えるけど、いつもねあのトッピングをいっぱい作っといて、あのいろんな種類をね、それで冷蔵庫に入れて食べたい時に出して、あのトッピングをねしながら食べるっていうのをやるんですけど、もう今日はいつもやる最低限の、まあ天ぷらはね一品欲しいんです。で梅干しの天ぷらは全然絶対欲しいよね。そうでね、あのここのとこねかぼちゃが続いてたので、パパかぼちゃ好きでね、なんだけどあのたまにはねっていうことで、あのさつまいも、うん、にしました。でさつまいもの天ぷらもね、あの青のり入れて磯辺にするとね美味しいのでね、うん、もうちょっとねなんかこう飾ったものを作ってあげたいと思うんだけど、ギリギリまで。でねパパもね帰ってきたからね、まあちょっとそんなにねあの業務連絡ぐらいで終わっちゃって、2人ともねご飯食べて寝落ちちゃうのでまあ帰りバンクにね寝落ちるんですけども、昨日はね夜中にねココナとねモモがね私の枕元来てね、なんかねぼーっと立ってるんですよ。なんかぼーっとなんかね夕立ちして、でね私がねモモって言うとココナココナぼーっとしてね、そのうちほじ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 始まりまして、であのももはちょっと心臓が悪いってことが分かったので、その過激な運動ダメなんですね。だから止めるんですけども、寝ぼけながらちょっとももちゃんだももちゃんダメの、どうしたのどうしたのって、行く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 ってマッサージするんだけど、うわーってね昨日夜中なんかね2匹がすごかったんですよね。でももうさすがにねあの最後の方私もカッて寝落ちてて、うん、でもももさんずっと帰って、そしたらその前にね、あその後にココがね、うでもねココはね夜中に最近ね、あ初めて見たから、あ来た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 、ちょっとココちゃんが来た、あごめんなさい、よいしょ、ちょっとコードの先端が、ココちゃんはね朝ね、あの夜中と朝ね歩き回るんですね家の中をね。あ、ココちゃん、お利口ちゃん。聞こえてないのでね、触んないとね。で、ママがどこにいるかでみんな確認しに来るんですよ。あ、尻尾振ってる。もうご機嫌さ。ココちゃん、ご機嫌さ。はい。ということで、キュウリですね。キュウリとネギ。ネギ。惜しいところは、あ、これ、やだ、もうネギが、ちょっと。まあ、もちこちゃんに怒られる、ぼーっとしてんじゃねえよって、本当にですよね。あ、これしその葉。なんかぼーっとしてね。あ、その葉。ちょっと刻んじゃいましょう。今度はもう刻んどいて、でもそうめんも作っとこうかな、もうちょっと。ね。もう香りの強い野菜大好きで、これでも私、一回に食べちゃう量だな。お芋さんの天ぷら、あでもお芋さんの天ぷら1個食べたいか、ちょっと後にしようはい、それでちくわ卵、ちょっとねもう暖かくなってきたのでね、生ものを先にねしまっちゃいますかね。あと生姜のすりおろし、青のり、もうね何でも冷蔵庫と冷凍庫なのでね、えタレ持たしたよね、なんかボーッとしてタレ持たしたね、大丈夫ね。で天ぷら粉、もうね食べることは大切ですから。出ましたよね、暑くなってきてね、あの色を作る仕事をしてるんですよ、あの主人がね、主人がね、リーマンパパがねそうで、な何それって、なんかねなんか色彩なんとかなんとかなんとかよくわかんないけど、あの実験で、あのだいぶ前にもお話ししたと思うんですけど、あの例えばこの赤と黒で、主人はでパパはあの
赤専門で、で今ちょっとねあのブラックも任され始めたとか言ってましたね。でそのあここちゃん、はい、そこぶつかんないでね。うん、朝はねずっと歩き回って、とにかくね寝てるか食べてるか、食べるのはちょっと最近少なくなってきちゃったかな。あ今ぶつかって大丈夫ですか。そこに必ず椅子がありますよ。うん、それであの赤が専門なのでたまにブラックやるっていうことでね。で例えばこんな赤、ちょっとまな板、この赤を作ってくださいっていうと、赤にもいろいろあるんですよ。赤にもいろいろあるんですね。でこの色をあの実験して、本当 0. 何ミリかなんか実験してなんか作るんですって。その実験したものがある程度基準の測る機械があるんだけども、やっぱり職人の 職人になるのか、職人の目で、うん、やるみたいなんですね。でこれ何に使うのって言ったらね、何に使われるのって、例えば船の底とかでも何トンっていう量なんだから、ちょっとの狂いがねブワーって違う色になっちゃうわけですよ。大体機械でやるんだけど、機械だけではダメで、やっぱりそのパパの感覚みたいのがあって、で職人さんが何人かいて、でも工程がね分かれてるみたいな、材料の人とか色を発色を作る人とか、なんか色私もよく聞いてなくて分かれてるみたいなんですね。そうなんですよ。それでその実験が、話長くなりました、実験がですね、夏ね40度ぐらいの部屋でやらなきゃいけないって日があるってね言って、その40度の日は去年はもう青汁を、冷たい青汁を持たせて、ずっと持たせて、でもう何かしら冷たい飲み物、お水とかね、もうね、で最近なんですよ、会社ではお水あまり飲まない、ちょっとこんな怖いことやめてって言って、なんかねあのおトイレ行くのがなんかね嫌とか、なん理由がまたちゃんと聞いてないんですけど、あんまりだから人と接触しないようにしてんのかな。であのレンジも最近分かったんですけど、お弁当を熱いままにしてほしいっていうのは、ついてすぐねほぼ食べてしまうんですって。でちょっと残したやつをお昼にちょっと食べるのに冷蔵庫に入れるわけですよ。で冷蔵庫に入れてもらってチンするんだけど、最近ね冷蔵庫に入れてないってことが発覚いたしまして、冷蔵庫に入れてよって言って、でもこれからの時期はもうとにかく冷蔵庫に入れてよって、もう冷ましてからお弁当詰めしてないのですぐ食べるっていうからね、もう今頃ね、今この喋ってる間もう食べ終わってる感じ、そんな感じなんですよ。そうそう、で冷蔵庫に入れてるもんだと思ったらね、でそれがねチンがね、そのなんだろう、みんながこの集まるようなところに電子レンジがあるので、でも2箇所があるさかな、なのでそこに行かないように、まあ自分は個室で、まあみんながいるところで実験したり、あと個室みたいなところで実験もあるんですって。その個室が40度ぐらい、夏は40度ぐらいになるそうなんですね。この子冷やしちゃいけないのかなって、そこら辺もよくね聞いてないんですけどね。ちょっとこれできたらやろうか。そうなんですよ、ちょっとこれだけね、卵とね、これだけねと言いながらちょっとしまっちゃうすいません。なのでね、水分取らないとまずいよって言って、そろそろね青汁をねまた再開しようかなと思ってるんですね。そうなんですよ。でね、天ぷらもね、もう本当にその時のさまざま、大体ね冷蔵庫にあるもの、冷蔵庫にあるものを天ぷらにするんですけど、何でもね天ぷらはいけますから。でこの梅干しはパパ用で、私はちょっと塩分の濃いやつでも、ね天ぷらはね塩分の薄いやつができたのでね、でこれが時間があったらということで、これは子供たちのもう口に出さないとね、わけわかんなくなるんです。頭の中をね整理してるんですね、これね。はい、でちょっと青のりと、はい、あ、ここでちゃんそこにいるの、OK です。あ、また寝始めました。もうね最近ね、午前中ココナとママはご飯食べてくれないんですよ。本当にもう粘って粘って、やっと1時2時の朝ごはんみたいな感じでね、
でココナの場合はお口に本ですね、自分会話ねあんまりもう食べなくなってきたので、あということで、お出汁、お出汁まだ冷めてないんですけど、あの鰹節、あのコストコで買ったもうこんな大きい、もう使いでたくさん 500g 入って、軽いのに 500g ってすごくないですか。そろそろねなくなり始めるので、これもうガバこのここガバガバクレーン車みたいにね3回ぐらい入れるんですよ。で、お出汁はお湯沸かして、みりん入れて、あまだ今日味見してないわ、みりん大体醤油の色でね決める、お蕎麦とそうめんは違うんですけど、あ温泉卵、あまあいいや、はい帰ってきてから、みりん元いお水入れて沸かして、みりん入れて沸騰させて、お醤油入れて、でこれをもうガバーッと入れて沸騰したら火を止めてカツオを出すっていうのがいいらしいそうなんですね。はい、昔教わったんです。でこれがあの温泉卵とかにあのタレがついてるんですけど、実はそのおつゆをね、このめんつゆをちょっと夏になると飲みたくなるんですよ。だからね、あの大量に作るんですね。はい、でこれで、ちょっとそうめんを、これ食べちゃうけど、でもそうめん見えないよね。これでね、うちね麺類を持っていくってね、あの驚いてくださる方もいらっしゃるんだけど、あの伸びた麺、もちろんね湯がきたてでうちでは食べますけど、あの伸びた麺もね、あこれちょっと待って、これじゃなくて平たいのにやったらどうだろう。いつもここごそっとね、私こういうのを食べちゃうんだけど、ちょっと皆さんに見ていただく、お尻向けてごめんなさい、お尻向けてこんな和風のに入れてみたらどうなんだろう。風のに入れてみたらね、どんな感じでしょうか。何しかこの赤いのがかわいい、ピンク梅の香りがしました。でこのね白と黄色っぽいのはね、違いがちょっとよく分かんなかった。一口サイズこんな小さくないんで、ちょっと下に置きましょうかね。こんな私一口がでかいからね、見えたかな、そうそう一口がでかいから、こんな感じじゃないんだけど、スプーンでねこれくるくるやる人もいますけどね、私も手でやっちゃうんですね。ちょっと大きさが違った、まんべんなく、あちょっと最初の方に赤行き過ぎた、昔はねこういうレイアウトにも凝ってお料理してたんですけれども、もう本当なんだろう、年齢を重ねて面倒ちくなってきたのもあるかもしれないけど、やれる容量がね減ってきたかもしれない。あやる量を増やしてるのか、もしかしてその可能性はあるな。作り置きがなかったね。パパのもね、本当お弁当もうちょっとね、こうやってあの、まあトッピングは梅干しぐらい乗せてもいいか。ちょっとこれもったいないから後でね、あげますね、あげちゃって。よこしょ、こんなね上品に食べてないんですよ今ねインスタ用の写真を撮ろうとして、皆さんお待たせしながら例のごとくインスタを撮ろうとしてます私ね。でここにですね卵、
ちょっと自分の分なのでね、素手でやってますけどね。もうね、この暑くなってからはね、スタッフにね、お弁当も作っていけない、この時期はね。もうちょっとこれ細かいといいんだけどな。まあ、混ぜないで。まあ、こぼれるのはお愛嬌で。もうこれだけで綺麗で、食べる時にね、ネギでもちょっとネギ入れてみようか。細かいところ、ネギを散らして、もうほんとガバーですよ。食べる時はもうあれもこれもガバーなんですけど、あのほんとネギもこのぐらい食べちゃうし、これももうこのぐらい食べちゃうし、今はねインスタでこれもう一回湯がこうかな。そしてその葉、シソの葉さらさら、笹の葉ですねもう多分みんな向こうで突っ込んでくる、テレビじゃない、画面の向こうで突っ込んでくれてるんでしょうね。ありがとうございます。笹の葉さらさらね、これでめちゃ綺麗ですよ、これめちゃ綺麗で、これね、梅干しの天ぷらを添える。あー、でもちょっとこれだけで、ちょっとこれだけで撮ろうかな。ちょっと映像すいませんで、生姜はね、あとでちょっと乗せますね。たらーで、向こう側にカメラをして、おお、ちょっと綺麗すぎる。いきます、10秒、せーの、3、2、1。文字を下に入れるとして、ここますか、こんな感じ。ちょっとわからない、こんな感じ。美味しそうでしょう。のび太のも好きなんです。これにですね、あの私はね、もうちょっとね、これをまた入れ物に入れ替えて、で梅干しとお芋さんがないけど入れて、ちくわと梅干し入れました。あ、これも綺麗だったね。これもいいね。でもこの、あ、ちょっと待って。これ良くない？これ良くないっつって。これなんだかわかる？梅干しってわかるかしら？わかんないっちゃわかんねえだろうな。イエーイ。でも一応取っとこう。今私やりながらね、なんでこうやる必要ないなと思って、普通にこう取ればいい、こうやる必要ないなと思って
いって私はね、生姜ね、早く食べないと伸びちゃうよと思ってますでしょ。これね、伸びても美味しいんです、伸びても美味しいんです。あれ、するやつ使った？あ、使った。洗い物はね、まだ中にもうちょっと乾かしてから入れるので、今すごいことになって、なだれ落ちそうになっていて、今ね、ストッパーのこうやってね、あの まな板をこうやって挟んでね、そこにね、いつもね、持ち上げるくらい、これ皮が綺麗なんだけど、ちょっとだけ向こうか、こするだけでもいいんだけどね、ほんのちょっと黒くなってるところ、どう思います？これなんかね、あの、なんだろう、365日やってるわけじゃないんですけど、まあまあ遊びます、こうやって。で、その、なんだろう、仕事で疲れ、やっぱりリーマンパパがね、仕事で疲れた時とか、ちょっと落ち込んでる時とか、まあいろいろあるしね、会社でもね、とか、まあいろいろね、結構ね、あの、プラス思考よりも自然とね、マイナス思考が浮かぶタイプなんです、私たちなので、私もパパがマイナス浮かんだ時に、自分はマイナスにならないようにして、とにかくぶつからないのをお互いにしてるんです。お二人ともマイナスになっちゃうと、もう部屋の中がすごい暗くなっちゃうので、もうどっちかがね、先にね、マイナスになっちゃったら、あ、先にやられたと思って踏ん張るんですけどね。まあ、そのリーマンパパがね、今日はアフロかいとかね、あ、なんかその、なんかついてるよとかね、あのバックルとかね、髪飾りをね、して表に出ちゃいけないもんだと思ったらしくてね、あ、ついてるよとかね、まあカーラーをね、ほんといつも言うんですけど、昔ね、今はね、玄関で気づくんですけど、鏡ね、見ながらね、カーラーつけたまま軽いからね、忘れちゃって、スチャック、うん、タクシー乗ったりとかよくあるんで、ほんとね、おっちょこちょいですよ、おちょこちょいだし、見ての通りもいい加減だし、物は投げるしね、あのね、箱崎社長が編集してくれる動画あるんですよで、お料理編はね、もうワンカットで、何があってもワンカットでって、もう社長もあれもこれもね、仕事しながら、もう経理やりながらね、できないから、あのやるんですけど、どうしてもね、あ、ちょっとこれは放送事故かなっていうようなものを切ってもらったりとかするわけですよでもね、何百本じゃないか、どのくらい撮ったかな、あ、でも今ナンバーいくつだ、ナンバー220いくつぐらいの動画になるんですけど、まだね、2本か3本ぐらいかな、どうしてもちょっと編集しないと流せないぞぐらいのノリのやつが、何があったか言えないんですけどね、はい、ちょっとこれ日常ご飯いただきながらね、ランチトークじゃないけど、そうなんですよ、これね、一気にちょっと食べると真剣モードで時間がかかってしまうので、ちょっと味見、おつゆ、これにおつゆかけます。このお出汁が美味しいんだわ。いやー、ね、外食してないからね、こんなもんかな。あ、目があったのが、もうほんとね、ここ全部外して、全部分解して、もう全部で磨くのに午前中かかっちゃって、久々にやったから、よいしょ、いただきまーすだからなんかリーマンパパがね、こうやってあの笑ってくれたりね、なんかあのにこやかにね、仕事行ってくれるのがね、一番なのでね、
あのこういうの見つけるとね、あ、赤鬼さんみたいと思いながらね、うん、これあの人助け YouTuber のデンジャラス赤鬼さん、はい、あのよく拝見したりとか、それからちょっとね、あの差し入れに現地に行かせていただいたりとかしてるんですけれども、ちょっとあの顔隠して誰だか分かんないようにして、あ、でもこれ見せたいから顔にあの番外編の赤鬼さんチームに入れてもらおうかな。もう芸能界大変だから、仕事なくなったらもうあの、泣きまくん社長に雇ってもらおうと思って、子ども食堂でいただきます。うーん、たまりません、この卵と。すいません、私これね、食べるときね、相当な量入れるんです、ネギ。いつも食べてるの結局皆さんにご披露してどうすんにゃって感じですけど、もうどうすんにゃって感じですね。もうこんな山盛りで食べてるんです、いつも。きゅうりもね、ちょっと徐々にね食べてきますね。おつゆちょうどよかった。もうね、上品にさ、インスタなんかさ、こんな風に食べてないのにさ、こんな風に山盛りで食べてるのにさ、インスタはなんかほんとおしゃれに撮っちゃって、めったく嘘つけてね。そうそう、もうね、芸能界も仕事なかなか大変だしね、コロナでね。現場の仕事がなくなったらもう泣きま社長雇ってください。あの便利ですよ、もう掃除はするし、洗い物はするし、料理はするし、でも喋りがちょっと難点かな、審査で落ちるかな。一緒に食べるとこのね、あの梅がよく、この赤い梅がよくわからないかも。これキッチンではございますが、ちょっとあの真剣に食べます今までね、こういう時間がなかったですけれども、ちょっと動かしますね。お気をつけて、お気をつけてって、私が気をつけなきゃいけないです、いませんね。ジョ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 、あのね、キッチンをね、どうなってますかって、結局このメニューはしない。キッチンどうなってますかっていうふうにね、見たいっていうふうにおっしゃっていただいたんですけれども、大したことないんです。で、冷蔵庫の中は空っぽか、ちょっとぐちゃぐちゃに入れてるかっていう感じで、今ちょっと洗い物したのがここにあってよいしょ、ちょっとね、コードが出てますけど、今日はね、このカーテンをね、ちょっと洗いたいなと思って、カーテンと網戸掃除ね。キッチンね、下げればいいのか、後ろ側に。もうこんな感じです、こっちで。ここにね、あのミキサー置いてたんです。あのなんだろう、あのケーキ作る時の2台大きいのなんだけど、今ねもうほとんどケーキ作ってないので、まあちょっと落ち着くまでしまいました。それで、このサーバーが3つあったんですけど、このリブドックはこのまんまで、あの大丈夫なんですけど、あのジンケアとか消火器とかがちょっと油物なので酸化しやすいんですね。で、今これちょっと最後なので全部入れちゃったんですけど、ほんのちょっとだけ入れても、あの何日かでも短い時間で使い切っちゃって、でここ蓋を取ってレバーを回すと、だって1回のレバーでね、大体ですよ、これ測りがついてるわけじゃないんですけど、 20g、 このリブロックは必ずね、あのみんな食べるので入れてあるんですね。
で、ちょっと急いでたりとか洗い物をしたくないっていう時に、今ねここにねサーバーがあるんですね。サーバー。そうそう、これねお湯が出るのでね、90度のお湯まで出るので、ちょうどカップラーメンが食べやすいから、ね、皆さん酔わないでくださいね。あとはレンジと、もうそんなもんで、でここのにちょっとゴミ箱どかしますね。冷凍庫見えるかな、冷凍庫今ねちょっとまだ整理してないので、ここにね冷凍庫、オフィスの会長と箱崎社長が数年前のお誕生日に買ってくれて、でこのね全くちょっと酔わないかな、全く同じものを使ってて壊れちゃって、で子供たちがその時ワンバーグとか、ワンバーグで、おからとかささみとか、子供たちのおやつ用のやつを作ってここに保存してたんです。あとはね今ねささみとか、子供たちの食べるものを、仕事やりながらなのでストックして、トッピングストックしてたんです。でそれが壊れちゃって、でもうあまりにも綺麗なんで、ここ引き出しにこういうねカップ、こういうカップをねしまってたんです。そしたらねもう見かねて社長たちが、会長とかが買ってくださって、誕生日にね。でやっぱりねこれがないとね、常にねささみを湯がいてなきゃいけないとか、冷蔵庫だけだとね、なんでもうこんなもんなんです、本当に何にもないんです、で今はここまで散らかしてますけど、あとはねこっち側にここに棚があって、でここの中もねもうコロナで結構ね15人分ぐらいの、まあここだけには入らないんですけど、お茶碗だのなんだの箸だのって全部ねあったんですよ。なんですが、わあそこにパパなんか重ねたこういうね小皿とかね、こういうのもね、そうですね。だからもうほぼ、あとねお茶碗をね、夏用のお茶用のお茶碗とか、あとお味噌汁とか、ご飯茶碗は600脚だけ取ってあるかな。もうそれもね20、30とあってね。あとはね子ども食堂を、地域の子ども食堂を立ち上げる時に、食器類とか全部ちょっとご寄付を何枚記にもさせていただいた時に仕入れたお皿なんかの残り、あでもねこの大きいマグカップなんかはね全部食器をね業者さんで、だから私ね今眠ってる、私のごめんなさい気持ち悪いね、ちょっと喋りながらね、今ねこんなもんかな、よいしょ、こんなカットちょっとなかなかないですよね、よいしょ、ほんと今言わないように、こういうのをちょっとこっちにやって、すいませんねちょっとこれ今キッチンやったばっかりの、ちょっと正座するか、いつもね正座なんです、ここで正座してね、ぼーっといろんなこと考えながらねここでご飯食べてるんです、こうやって一人で朝早くねもう4時5時に起きて、でも今日はちょっとそうめんだからそうめん食べようと思いながら、ちょっとお話ししましょう皆さんお話聞いてはい、食べながらすいません、ここら辺ねちょっと片付けたかったけど、またちょっと使いたいのですいません、これタレ入れちゃったけど、これ全部一気に食べたらすごい時間かかるので、もう本当にランチ会みたいな感じになっちゃうこれ一気に全部食べようとしたら1時間かかっちゃうので、きゅうりなんかももうそろそろね夏の時期にねなってくると、梅干し、梅干し天ぷら、これはちょっと減塩の赤いやつをパパに買ってきてもらって、しょっぱくない、いい感じ、
何でも手が届くでしょここで。なんかクミンが食べてるのなんかあの美味しそうに見えるって言うんですけど、私ね食いしん坊だからね、一口が多くって、うん、ちょっとタレ、うん、これはねあのこのお出汁汁も人にね飲めるように作ってるんですね。美味しいわカツオ。何束やった？でもね、普通のイボの糸よりは一束が少なかった感じがする。うん。おお、何かが落ちた。ちくわ。美味しいよね、ちくわ。うん、おいしい。うん、花丸うどんだったかな、よく行ったな。なんかこうあのお盆持ってねこうやってあのどんどん取っていくやつ、取りすぎちゃうんだよね。あれもこれもだけど今はどうなのかな、コロナでなんかどうなってんだろう。天かすと生姜とネギは取り放題みたいな感じ で私はネギと天かすと生姜か、うん、だけが好きなので、別にお金がかからないんだけど山盛りで、余ったおつゆにまた天かすと生姜とネギ入れてそれを食べるっていうのが、ね、あるんですよ。嫌な客で、うん、最近ね、あの料理動画を撮って、まあ、よっぽどがない限りは自分で見返すことがなくって、その上げるのに、で上げてからゆっくり時間のある時に見るみたいな感じなんだけど、もうね、何喋ったか覚えてないの。サプテン頼んでないし、サプリメント飲んでない。まあそうめんは簡単で、もう洗い物これだけですからね、あっという間に終わる。もうだいたいね、そのいつもね、このお皿っていうのはカップでね入れて、もう最初にあのそうめんを入れないで、このいろんな具材だけをまず食べるんです、私家でね。でその後そうめんをこう入れながら食べるんですけど、うん、あとね煮玉しかなくって、ほとんどここら辺野菜風だって。3ヶ月で、初めてご覧になる方は何のしゃべりか分かんなくなるんで、あのいろんな資格をね50から取ってまして、で1教科3ヶ月かかる。もう皆さん聞いて、いつも見てらっしゃる方はね、すいません耳にたくてすいません、うん、3ヶ月かかるのに
もう62歳ですから、50から始めた習い事、資格取りね、資格取りで、1教科3ヶ月かかると、3教科1年3教科ぐらいしか取れないんですね、なんか、うん、で添削問題、試験をやって、試験をやって、で1つの月につき添削問題が、あ、今お水です、3つか4つなんですね。それをね、3ヶ月以内に3ついっぺんに資格を取ったらどうだろうってやってみて、2回成功したんですよ。でこれはもう62だし、もういつその暗記力とかその集中力がなくなるか分かんないから、もう3ヶ月で何個取れるかっていうんで、やりたい教科をバーって出して、そしたら14あったんですよで今それ挑戦中ん、起きたかな、あと試験だけをやるのみっていうのが、もうこの時点で、何月から始めた？まだ1ヶ月ぐらいかな、あれ？何月か始めた？3ヶ月のうちの。ほぼもうちょっとで、あと試験だけっていう状況までね、来てるんですよ。ちょっとね、頑張っちゃってますね。私本を見下りずつ読んで、読むの早いんですよ。なんだけど、それがちゃんと内容がしっかり全部残って、しっかり理解できるっていう読み方ではなかったんです。なんとなくね、本を読んでも何しても。だけど速読術っていうのもね、今の試験の中に入ってるんですよ。それ勉強して、だからね、試験もすごくやりやすくなった。もうたくさんある教科をポイントを逃さないで読めるようになってきたので、そういう意味でね、ちょっとね、早いかもしれない。うん、それでなんか勉強が進んでるかも。うん、記憶術ね、記憶術もやってるので、なんか本当に入り方が早くなってきた。でも50過ぎて記憶力が伸びてるってすごくないですか？こういうね、やっぱりね、やり方というかね、コツなんですよね。それがね、学べたので。で、なんで私がこれだけスピードアップで勉強ができるかっていうと、大元にエステで、大元に犬のホリスティック、そしてエステとホリスティック、あ、それ心理カウンセラー、この3本立てあるから。もう心理学なんていうのは認知行動療法、これちょっと難しいから今日言わないですね。それがね、もう基本になってるんですよ。だから子育て、一流の子育てっていう資格があるんですけど、それはもうとにかくもう勉強させても、トップクラスっていうんじゃなくって、お母さんはどんな風に接したらいいかとか、あとはお子さんが自力で自分で考えて自分で行動できる、自分一人でね、生きていかなきゃいけないですから、選択できて自分がいろんなことを学んで考えて行動できるっていう子育てっていう意味なんですね。はい、それをね、やらせていただいてるんですけど、ほぼね、話の伝え方、アナウンサー協会の方たちがやってる資格も今やってるんですけど、基本は本当に認知行動療法の、私がもう認知行動療法士の資格も取らせていただいたんです。それはもう本当難しくて、でその民間ですよ、民間ねでその資格がもう認知行動療法って出てこないんだけれども、あ、なんだこれ認知行動療法のこと言ってるなっていうのがもう要所要所だから、子育てなんかはもうほぼそれですね、心理学。
バーロンベックがどうしたとかね、なんだかどうしたとか、そういうあの心理学の歴史はね出てこない、さすがにね。だけどそれをねもうずっとねやってきたから、うん、うん、でも逆にあの基本がわからないと、あの教えてもらってないと、えこれってどういう意味だろうって難しい教科書になっちゃうと思うんだけど、うん、あれは認知行動療法って書いちゃダメなのかな。あでもそういうことやるとやっぱり心理学の、あ心理学のねコーナーもいっぱいあるんですよ。なんだけど心理学はあの私ちょっとあの学院に通っていろんな資格を取ってるので、ちょっとね必要ないかなと思って、うん、多分それも全部認知行動療法になると思うんですね。おつゆ飲みます。なんかこのヘッドリンパセラピスト、アロマセラピスト、もう私はもう学校行って取ったので、もう基本もう出てくるんですね。で何をねちょっと今大変かっていうと、その引っ掛け問題が出てくるわけですよ。普通にね、認知行動療法っていうと 5H あるんです、そういうの。今難しいこと言っちゃうと、はい、あのどこで誰が何をしてどうだったかっていうようなね、そのカウンセリングのスキル方法があるんですけど、ちょっと難しくなっちゃうな、ちょっと、うん、なんですけど、まあそういうのがね全部出てくるわけですよ。私結局全部食べちゃいそう。うん、やっぱりあの基本があっての今だなと思って、そのね引っ掛け問題もね、例えば私びっくりしたのは、いろんな文章があって、でその中で正しいものを全て出しなさいって言った時に、あの必ず1個漏れるんですね私。そうすると例えばその問題があの15点だとすると、1個足りなかっただけで他のはあってんだけど0点になるんですよ。その問題が一番嫌い。1個あってるのを分けて何点ってやってくれればいいんだけど、こそっといくんですよ。で今のところね80点以上は取れてるので、添削問題で、うん、子育てはしてないんですけど、まあ、子育ての方法、うん、がやっぱりその心理学の誘導と一緒なので、うん、なるほどねって。あとはね幼児救急救命の民間のね、あの救急車が来る前のその、処置の仕方、やってはいけないこととか、それをやってるのすんごい勉強になりますね。うん、これは大人にも活かせるなみたいな。結局全部食べちゃいそう。まあでも私が選んだ資格は、あの全部通じてるものがあって、今あるその大きなものにこう枝分かれして必要なものっていう感じでやってるのと、あとはね、あのボランティアで炊き出しとかのお手伝いするときにやっぱり必要なこととかね、あとはあの子ども食堂なんかでも親御さんと一緒に来てる子だけではないので、その時なんか起きた時にあのこう救急車がね来るまでの間の何かこうできることみたいな、それをやって引き続きしたから助かったみたいな事例もたくさんあるようなことをね学んでるんですね。うん、
れですね、生配信とか言ってたら皆さんのコメントいただきながら会話ができるんですよね。なかなか生配信ができなくて。種。最後のちくわ、あ、ちくわさん歌っとこうか。行儀悪くこのまま飲みます。お出汁。本当はもっといっぱい入れるくせに今日は。うん。これね、具材をこういうのに入れて、いっぱい冷蔵庫の中山積みしてて、食べる時にパッと出して。でチョイスしながら食べるから、こんなに一皿じゃなくって、もうどん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 追加で食べるので、すごい食べちゃうんですよね。ちょっとこれ行儀悪く、今日なんかリーマンパパ朝優しかった。夜中にほじ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 2匹をやってて、私が起きたりで、ちょっとあの箱崎社長に編集してたのを頼んでて、で昨日はねちょっと早めに寝落ちたんですよね。で11時半ぐらいに箱崎社長がLINE くれてて、こんな編集してますみたいな感じで、で私がちょっと、あ、音源をねちょっと1個忘れてたので送ろうと思って、別にでも私が気づいたの1時半ぐらいなんですよ。で1時半ぐらいからその社長が作ってくれた動画のサムネイルを作ったりとかごちょ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 やってて、でも社長は私が送った LINE が3時ぐらいだったかな。3時ぐらいで反応がなかったから寝落ちてるんだなと思って。でも次の日のね配信のやつはもうちゃんとセッティングしてあって、サムネも作ってあってっていうことで安心してるんですけど、前の日のはできてるからね。こういうのってスプーンですくって食べないですよね。お丼じゃないからだけど、ちょっと行儀悪いかな。でもいつもこんな行儀悪いんです私。なんやかんや携帯ちょっとねいじってサムネ作ったりとかなんとかやってて、で音源を送ったりとかしてやってて、いつ寝てるのってことですよね。だから昨日早く寝落ちたので、もう3時間爆睡したらもうパッと目が覚めるんですね。で朝起きたら施術システム使ってるんだけど、こんなねダダ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 みたいな、そのマッサージ機がこの気圧が整骨院とかになるような、私昔から使ってるんですけど、でなんでエステで使ってるかっていうと、私がダイエット番組の時に大手のエステ会社の人がスポンサーになってくださって、2年間通ってたんですよ。でカッピングって言って、なんか吸盤みたいなこういうやつをピッて吸った後に袖でバーってね、マッサージ機をバーってかけてくれたんですね。でそれで昨日夜中になんかこう、もう昨日ここもう全部分解して洗って、なんかちょっと背中かけたいなと思って、でもダダダダって隣にちょっとリーマンパパは昨日隣に寝てたので、起こしちゃうなと思って我慢してたんですよ。そしたらね朝起きてね、
あの顔洗う前に、それでももう5時台ですよね、5時台にちょっとお背中かけたいけようかとか言ってダダダダダダダって背中かけてくれて、5分10分は行ってないな、朝の忙しい時間だからね、パパも用意があるからね。最近なんか全然そういうこと、私はね、あの寝る前にリーマンパパがちょっと疲れてて、あのこっから上の反射押しをもう首を頸椎をね検してあげたりとか、この眼輪筋とかね顔面筋のほぐしをねやってあげて、ヘッドスパをね、ドラヘッドスパをね寝る前にどうしてもねこんななってね寝てる時があるんですよ。リーマンパパがあー目痛いんだなとかね、あ肩が辛いんだなとかね、そういう時はね、あの夜中でもねやってあげるんですよね。でもリーマンパパからは最近ないなっていうそれ言ったからな、きっとちょっと前に最近そうねやってもらってないなとか言ったかもしれないでね、今日なんか優しかったな。でね、私今ねこの携帯をねスタンドに挿してるんですけどね、私がちょっとねここでね、あのこのお出し取ったりとかしてる時にね、あのそれはありがとうって言わないでね、スーッと持ってきてここに置いてくれって、持ってきたと思いながらなんか今日優しいの、私がなんか落ち込んでると思ってんのかな。うん、そういえばここをきれいにして、昨日リーマンパパが帰ってきた時には、私でも 2時間半ぐらいちょっと試験勉強してたのかな、子供たちが昼寝してたから。でその間、その午前中にもうここをすっごいきれいにしたんですよ。で帰ってきた時にそれをキープしてたんですね。だからね、気持ちよかったのかもしれない。もう物が多すぎてガチャ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 してたのを、今すぐ使わないものをちょっと向こうに棚作ったのでそっちに入れたんですね。うん、そういう意味でやっぱり整理整頓すると気持ちいいのかもしれない。お掃除するとこんなに気持ちいいんだって思いますもんね、やっぱり。久々にね、あの奥深くまでお掃除して、昨日はすごくね疲れというよりも気持ちがいい。うん、最後の一口。うん、サボテン茶飲みたくなってきた。大食いの人みたいに完食。うん、まだまだ入るんですよ本当はこれぐらいにして、もうねすぐお昼ですから、幼児やってるとね、これから子供たちのねご飯の支度、あ卵は乾いちゃうね。はい、ということで、あのちょっとのお昼はね、子供たちが昼寝をしてればここでこうやってね、そのために椅子があるんですけど、お茶飲んだりね、なんかこうやってここでねぼーっとしてね考え事して、でもね、あの仕事のことを考えたりとか、あのショーのことの構成とかもここで考え、もうねやっぱりね24時間仕事のことが頭よぎってますよね。でリーマンパパも言うんだけど、リーマンパパはサラリーマンで、まあある程度その次の日の計算とか色の計算とかね、あこれとこれ合わせたらどうなのかな、あ今日はできなかったなとか、そういうのあるんだろうけれども、私みたい見てるとやっぱりね24時間ねずっと仕事のことを考えて仕事やってるって、なかなかやっぱりね、あのリーマンパパにとはまたちょっと違うみたいなんですねだからある意味もうちょっと今日は携帯見ませんよとかね、うん、今日は仕事のことしませんよっていう日をね、ゆくゆくはちょっと作っててもいいかなと思うんですよね。うん、はあ、美味しかった。でこれでちょっとね、私がね今この白熊くんにね
ハマってるって言ったらね、パパがいろいろ買ってきてくれて、でね、自分用に多分ね、自分はね、もうチョコレートか辛いかどっちか、それでね、スーパーによってね、白くまくんが違うって言うんですよ。これどう違うのって言ったらよくわかんないんだけど、これ違いがわかりますか。よいしょ、え、ちょっと待って、溶け始めてる冷凍庫が、え、そんなことある、ちょっと待って、え、生肉が、子供たちの生肉がどっか抜けた、私抜いちゃった、あ、やだ、冷凍庫のこれ、私昨日掃除した時にほら切ってる、ここやだまた大惨事だ、冷凍庫切ってたの、よかった。今ね、子供たちの肉がこっちサイドになくって、向こうの冷凍庫から1個だけ移したんですよ。だから他のお肉は向こうに入ってるから、あら、冷凍のドーナツが、ちょっとドーナツ食べちゃろか、キャラメルだって、いや今アイスが溶けてたからびっくりした。もう今日はアイス祭りだ、全部食べちゃわないと、パパ帰ってきたらね、え、一旦溶けたやつ凍らすって、あとはね、あのお米が入ってるだけなので、あとはね、あのいざっていう時のためにこのペットボトルに氷をやってるんですよ。なので、あのこの氷が入っている段は助かってますよね。そう、必ずね、ちょっとあの余裕を見て、びっくりした、これ溶けてるやん、あららら、らもう一回固めて今日食べちゃおう。でこれね、これね、こっちがブルーでね、こっちが白いんですよ。でも中はね、昨日見たら一緒だった気が、あら溶けてる溶けてる。これね、いつも4時ぐらいに、ちょうどあの5時半に次の日の、あのお弁当の買い物あるってパパから LINE が来るので、でそれまでの勉強をしていて、子供たちが寝た場合にね、でその勉強の一教科こう終わった後の楽しみで、これをね、ご褒美に買ってあるんですね。今この、で私の大好きな、もうあのシャーベットとかかき氷が大好きなんです。で冬はかき氷あんまり売ってないんですよ。だけどこの白くまくんだけは、あのかき氷が入ってて、なおかつアイスクリームも好きで、フルーツも好きっていうこと、私の好きなものがいっぱい入ってるってことで、あらー溶けてるやん。ちょっとこれ凍らそう。びっくりした。これね、ささみ、あ、まだ大丈夫、よかった。あの子供たちのココナが特にね、今食欲がなくて、このささみを、あのね、もう固形物をね、あむあむしなくなってきたんです。ペロペロペロなので、あのミキサーでね、全部こうペースト状にして、何もかも、あの食べるものペースト状にして、あの1回分だけ冷凍してるんですね、こうやって。でこれにスープ、お湯を足してスープにして、そのスープを飲むっていうのがね、日課なんですけど、でこれはね、あのお口にポンするときに、あのココナがね、ちょっと食べづらいっていうときに、あの生肉、これだったら食べるんです。他のもの口に出るとピーって出すんですね。でこのだけはごっくんしてくれるので、この1個分ぐらいはね、あのお昼ぐらいに、もう朝はもう食べなくなっちゃったかな、お昼ぐらいに食べてもらうのに、で2個ね、解凍するんですけどね、1、2、あのでも昨日は4個解凍したか、あの生肉を2つと、これまあ何も混ぜなければ2日ぐらい持つので、朝晩ね。であと2個はあのそぼろにするんです。あの油使えないから、あのお湯でね、フライパンでちょっとね、あのもういるんですね。でそのそぼろはももが好きなんですよ、うん、でこの生とそぼろが、あのももは好きなので、でココナは朝お口にポンするのにこれなのでっていうことでね、あ、よかった、ちょうど 2回分なので、
半分はもうね、いっちゃって、これ溶けちゃったからね、いっちゃってこれね、皆さんとお話ししてなかったら、こんなタラ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 お話ししてなかったら夕方まで気づかなかったですよ、これ危ない危ない。よかったで、たまたまこっちにあの溶けては困るようなものが、まあ、今のお肉と、まあ、アイス被害はアイスぐらいで、なので一回に私食べようと思うと、これね、あのあるだけ食べちゃうんですよ、1個じゃ足りなくて。でね、2個3個今ね、チョコレートが2個にこれが3個あったから、もう一気にいけますねもう勉強の後のご褒美、今食べる、ちょっとだけデザート、うーん、おいしい、うん、うん、ちょっと前にですね、ケーキをね、高知から取り寄せたんです私それがもうカラフルなケーキで、うん、でそのケーキにおまけでついてきたんです。でね、ここはフルーツ系のケーキを作る専門店みたいで、冷凍にしとくってくれるんです。でね、冷蔵庫で8時間ぐらいで解凍ができて、なんか言っていいですか、アイスは飲み物うん、これの時にね気づかないとね。でもなんかこれ固めのドーナツなので、なんかね、凍ってんのか凍ってないのかよく分かってない、うん、フルコースいけた。なんかこの氷って溶けるとなんか砂糖水飲んでるみたいで罪悪感がある凍ってると分かんないけど、ダイエットサプリ増やしまして、BBB これもう何もしなくても飲んでるだけでするって、まだ始めたばっかり。あのね、まず一箱買ってみたんです。あんまりね、あの個数がね、アマゾンか楽天か、私はもうほぼアマゾンか楽天なので、でこれを買って、で3ヶ月やっぱり続けたいので、なくなる前に3ヶ月分と思ったんですけど、まず味を見ないと、あと番組で知り合ったアモー酵素、いやもう食べるもんいっぱいだね。これを朝晩、これを朝晩、それでこうやってたくさん食べちゃった時は、それに加えこれ、なんかいろんなものを、余分なものをくるんで、あの吸収しないようにしてくれるみたいな。これ1日2粒って、チャコールダイエット、これも番組で出会ったんですけど、チャコールダイエット、そう、だいたい番組で出会ったやつはね、あの私個人的に続けてますね。ちょっとこのアモーコソ、朝の分まだサプリメント載ってないので、もうとにかくこれね、77種類のいろんな野菜とかフルーツがもうこれだけになってるんですよ。これ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 が美味しいんですよ。うん、うん、美味しい。こんなに食べてるのに、野菜も食べてるのに番組で出会ったこれ1日4粒だいたい、今日はちょっとまだ飲んでなかった。朝起きてまず白湯を飲んで、このサプリメント一式飲むんですよ。で一応ね、もうだいぶ前からこれ
でもまたちょっとここのとこね、あの血液検査とかしてないから、死に行ってね、あの脂肪がどうなってるかね、中性脂肪でね、これもずっとね番組で出会ったっていうか、ちょっとね、あのだいぶ何年か契約していただいて、あの放送あったんですけども、切れてしまったんですけど、それでも私は続けてるんですね。で、メーカーさんがたまたま、その私は契約切れてるんだけど、通販番組にいらして、あって、これ2つどうやって使い分けたらいいですかって。私はね、このこれが新製品で出た時にご紹介させていただいて、骨の衰えって、私ねよく転んだりね、あの昔は咳して肋骨ひびったりとか、もうとにかく結構あの骨のひびってあったんです。なのでこの骨の衰えに惹かれてこれを飲むようになったんです。でもね、もともとはこっちだったんです、ラークセブンで。これは医薬品会社が作ってるので、飲んで効くっていうふうにね、いや私ここに私あのイメージキャラクターじゃないですよ、うん、で使い分け聞いたら、痛い時はこっちで、普通はこっちっていうんで、ちょっとね、あの膝を使いすぎて痛いな、踊りすぎてね、あの YouTube 出てくる妖精ちゃんっていう子が出てくるみたいなんですけどね、その妖精ちゃんが出てくると私ね、ちょっとね、あの膝が痛くなったりとかするので、その時は妖精ちゃんが来た時はこれみたいな感じね。で普段はこれを飲んでるんですよ。そうそうそう、それでもうすごいでしょ。でね、徹夜する時はヘパリーゼプラスこれね長年飲んでますね。なんかね、飲んでるのと飲んでないの疲れが違うような気がする。あとね、最近ね増やしたのがキミエホワイトこれ増やしました。これも番組でね出会って、あ今ちょっとのお茶がない、うん。でこれね、シミそばかすに飲んで効くって、これもね飲んで効くって医薬品のやつなんですけど、会社のやつなんですけど、これね、なんで私がね、あの肌白いとかね、シミそばかすとか、あのもう出てきてるんですよ、出てきてるんですけど、それじゃなくって、あのね、アレルギー、かゆみとか湿疹とかにいいっていう風にね、そうシミそばかす、日焼けなどの色素でしょ、ニキビ、湿疹、ジンマシン、かぶれっていう風になってて、私アレルギーでちょっと太陽浴びただけでカーってかぶれたりとか、あとちょっとあのアレルギー持ちなので、あのアレルギー科の先生の、あの担当の先生がいて、ステロイドを2種類出してもらってるんですんで、そのステロイド飲むとね、もうここら辺すんごいむくむんですね。私もちょっとまあまあ平気なんですけど、だいたいね、ここがねちょっと溜まってる時は、あステロイド飲んだなって感じなんですよね。でそのステロイドをねどうしてもやめたいんですね。でこれに出会ったので、これでまあ湿疹とか、でもそういえば出てない、あの湿疹とかそういうのでもね、まだね1週間ぐらいなんです。なんでこれをね1日3回が大変なんでね、朝昼晩と。他のやつはね朝飲んでおしまいなんだけど、これは朝昼晩だから、ちょっと 1回3回のうち1回抜ける時もあるかな。そうなんです。でこれね、これが美味しいの、これだけ飲んじゃうから、これね袋ここに置いとかないと何飲んだか分かんなくなる、これだけあるからねこれだけあるからね。でこれ水で飲んでもいいんだけど、美味しいからこのまま口で溶かして、リポビタン D って飲んだことあります？あんな感じ、ちょっと酸味があって、なんかクエン酸が入ってそうな感じの美味しさ。でもそれでもそんな酸っぱいとはほとんどもなくて、もうここ座ってて何でもできるでしょこれね、私がね座ってて何でもできるようにね入れてあるんです。あとはね、そんなもんかな。
あの、はちみつ紅茶、はちみつ紅茶ってね、騒いでた時期があるんですけど、あ、これ子供たちのご飯、もうちょっと、まだ、まだ飲んでます。はちみつ紅茶。まだ飲んでます。私ね、気に入るとすんごい長いんですよ。あ、あとこれ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 。認知機能の一部の記憶力を維持するって、これをね、長年、もうこれも番組で紹介させていただいてから、長年飲んでますね。私本当にね、記憶力良くなったの、私も、私はもうこれだなと思ってるんですよね。でね、あの、認知症でお困りの方がやっぱり相談されるんですね。で、あの、ご紹介しました私これを。ちょっと高いんですけど、もうね、不安かな、これ飲んでないとなんか物が覚えられないんじゃないかって。もう役者なんて覚えるのが最初の仕事ですからね。これはこれはもう外せない。でね、これは、あの、九州の大学の教授が開発して、で、認知症を担当してらして、で、あの、もう寝たきりで入院してらっしゃる、あの、おばあちゃまに、まだこれ販売する前ね、あの、ずっと飲ませてたら、あの、先生の方を見るようになった。もう無表情でずっと寝てるだけのおばあちゃんが、あの、先生の方を見るようになった、笑うようになった、体を起こして、で、会話をするようになったって、すごいんですよ。それ番組でご紹介させていただいてね、その映像を見てね、私もう涙ボロボロ、もうおばあちゃんが起きたり、もう笑った姿見たらね、もうボロボロ番組で泣いちゃって、通販番組なんですよ、なのにね。いやー、あれはすごいなと思って、それで私も飲むようになって、うーん、これちょっと分けよう。もうどうせ、あの、溶けたので後で飲みます。これね、もろね、砂糖水飲んでる罪悪感が溶けたら、うん、アイスはね、もう生クリームをドバドバ食べてる罪悪感がアイスは溶ける前に食べましょう良い子は真似しないでねってということで、これはもうちょっと時間をずらして、はい、これでね、あの、おそうめんがあったらね、またね、全部食べてました、これ追加でね、もうこれで、これでちょっとやばいやばいやばい、はい、ということで、今日は長くなりましたけども初めてのパターンで、そうだよ、いつも通りに、あの、料理ドタバタ作って、リーマンパパ行きましたってやってから、こんなのんびり食べながら皆さんとお話しするなんてなかったですね。初めてのパターンですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。これ。はい。なんかね、楽しいこといっぱいやっていきたいと思います。皆さんもですね、あの、ぜひね、あの、元気に行きましょう。ね。いろいろありますけれど。じゃ最後はちょっとね、立ってね、ご挨拶を。はい、動かします。ダダ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 ダ、ちょっと汚れたまま、今日ごめんなさい、汚れたまま、ちょっとこっちバックにしてみる、たまには。今日は初めて尽くし、これこれもなんか掃除した時に触っちゃったんだね、きっとね、これね。あーちゃー、はい、ということで、はい、いつもと違うアングルでありがとうございました。皆様、今日もハピラキでー、あの、クーミンの朝食に付き合ってくれてありがとうございまーす。はい、いろいろ小さいますけど、これプラスでしかない T シャツ着て、今日も元気に回りたいと思います。ありがとうございました。ちょっとちょっと、このイメキャラで泣きま社長仕事が